お疲れ様です。今日はですね、マイティが緊急バランス調整されたということで、こちらね、マイティゴブドリ触っていこうかなと思います。で、まあ、マイティだけね、調整が入ったんですけど、まあ、何が変わったかっていうと、走るのがね、この前普通から速いになったんですよ。で、そのめちゃくちゃ速くなったんですけど、それが戻りましたね。はい、なのでもう普通のゆっくりゆっくりのらりくらりのマイティに戻ったんですけど、戻っただけではなくね、戻ったので HP が 5% ね、上がりました。というので、まあ、今までよりも耐久力が上がったっていうイメージかな。そう、攻めで、マイティ早すぎるみたいな。で、事故はちょっとなくなったかなとは思うんですけども、まあ、HP はね、多いので、結構ミリ残りでも、めっちゃ残るやんみたいな。ね、体力高くねみたいなことはありそうだし、また防衛での活躍も今までよりはね、最後の最後まで粘ってね、5% の気合で戦ってくれるのも増えると思うんで、まあ、そう考えると、まあ、どうなんだろうね。走るのは遅いんですけども、弱体化かって言われると、いやでも HP 高いしなっていう、わ、めんどくせえ。マジ。ここでこやこや、ああ、ちょっとやだね。そう、なうち調整が入ったわけですよ。まあそんなマイティ君をちょっと今日は検証していきたいと思います。どうなんだろうな、走るの、まあ速くてやっぱ強かったですけど、その速くなる前もそこそこに強かったんですよ、マイティって。だから、まあ、足の速さはやっぱ気持ち的な問題が大きいと思うんですよね。なんか、ああマイティ来た、やばいみたいな。あのだるいな、どうするだろう。そうけど、シンプルに HP5% は、マイティもともと高いので、結構でかいと思うんですよね。個人的に強化になってんじゃねえのかなとは思ってんですけど、頑張れ。いや、そう、この辺のね、耐え具合が多分、前よりも強くなってます。まあ、でもちょっと待って、やべえ、こやこやのバルキリーっていうのは、マジで嫌いだな。使うのは大好きなのよ。まあ、大好きなんだけどね。使われるのはまた話が変わってくる。さあ、ドリルハイスピードで。いいよ。さあ、HP5% 上がってるので、この辺の耐久もね、ややではあるが強くなってる。そう、だから、ゴレとか、まあなんだろうね。まあ、エレジェには今までもそんな強くなかったですけど、マジでゴレかな。今までもゴレに強いけど、今まで以上に、それと大型にね、強くなりましたけど、もうそんなコース使ってたら、やべえ、なんかちょっとうめえんだけど、やばい、マジやばい、よろしく言われてる、マジやばい。わ、これなんかバルーンぐらいもあってもおかしくなってたけど、さすがに子役屋に負けたらさ、なんか恥ずかしいっていうかさ、あんなに小役を使ってんのにっていう、そんな感じになっちゃうんだよ。マジでやばいって。もう一回つけたら、マジで、いや、これよね、この右残りの電気式はロケット打ちてんだけどさ、すごいくらいくそって。いや、ここでもバルキリーもいないんで、ウッドで剥がして、よし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 、結構入ってるぞ、入っているが、あ、マジで今の子だから嫌いになるな、クラロは。こやこやも嫌いだけど、おい、ちょっと待って、マジで負けそうなんだけど、最後に6あるんだから、だからいかに耐えるかなんだけど、なんかチケット、にゅっ、マジやばい。やだ、こんな姿みんなに見せたくない。よいしょ、マジでしんどい。マジでしんどい、本気で嫌なんだけど、飛ばすかんな俺。よし、でかいぞ、
ごめん、やばい、なんか入ってる、やばい、うくらい、マジでお願い、ロケットぶっ刺され、ぶっ刺さってる、お願い、はい、次のロケです、次のロケ圏内です。回るのが早い、やばい、待って、うわぁ、危ねぇ、危ねぇよ、こやこや最悪だ、なんかこやこや。ハイボー型バルですけどね、このドリルそう、ハイボーだったらね、小屋にも打てるシーだったんだけど、まあロケなので削りでは強いけど、ちょっと小屋はね厄介になってきますが、さあマイティどうでしょうか今んとこ。まあまあまあ、マジでわからんな、あんまわからん、あんまわからんけど、理論上というか普通に考えたら強化なんですよね。足速くなる前も速くなった後も強いのは強いんで、今まで通り。シンプルに HP5% は壊れの香りもあるけど、あ、トゲがすごいって言われてたけど、お前はやべ、やめて、お前マジで一発でかいんだって。HP5%、 まあ5列界の方はね苦しいよね。まあでも攻めマイティがさ今まですごかったっていうのもある。おいしくない、ケツゴレとかケツラバされて逆サイの端前マイティゴブリンとかマイティコウモリとかがえぐ強かったんですけど、まあ、そこは若干過保ではあるよね。まあでも防衛でいっぱい使われる輝かれるのも十分嫌なので、合ってないような調整なんすかね。かわいそうに。どうなんだろう。さあ、これ、コウモリに残したいっす。ファイスまで行っちゃう。飛びな。ここ最近はなんかね、アイスピの使用率すごい高いんですけど、アイスピもね、火力がすごい高いんです。こういうのっすよね、ここで多分ユニットこう来るからみたいな。全然だ、マジで生き毒、ウッドまで飛ばして大砲壊せるっすねこれ。おい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 、お主お主入ってるぞ。あーでもこれちょっとやばい。さあハイスピで拾ってないが、おい止まるよ。さあドリル対決はね、これねちょっと強そうだな。ロケットのダメージが446、やばい潜れない。え、ゴルナイ強くないマイティもね、まあ、マイティもまあ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 、あんま変わらず、あんま変わらずなのか。まあ大型行きたいですけどね、ラバとかゴレとか、まあ、ジャイとか。まあでも相手がさ、ジャイとかだった時に、攻めマイティってぶっちゃけしないじゃないですか。ぶっちゃけしないじゃん？ジャイにマイティ合わせるじゃん？となると、なんなら足遅くなって、ゆっくりジャイとね、ぶつかれるし、こういうのも、足速すぎて端前でやられちゃうがあったけど、足遅くなったからこその、こういう前のマイティみたいな、より防衛で力を発揮できるっていう。そう考えると、明らかにお前は強くなってんだ。よいしょ。と思いたいが。今回の相手はクロスっすね。ロケあるんで。うわぁ。やば！ちょっと待てよ、これ。なんか今日苦しいな。施設が苦しいぞ、だいぶ。防衛方法が非常に迷うとこではある。エリポンクロスか。
よし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 、守ってるだけなのにダメージが入っていくよと。まあエリポンやばいっすね、エリポンが。まあでも最悪エリポンにもロケ打たないっていうのもプランの一つかな。ここまで削れてるし、まあ守れるかな。マイティ大砲でこれ対クロスとかの、まあマジでずる。と盾っすね、とシンプルに盾能力が上がってるって考えたらお前は絶対強くなってんだ。それは思ってる勝手に。うわーうわーマジでちゃんとしたクロス使いやん。立ち回りがえめちゃんこ、あマジめちゃんこちゃんとしてる相手の立ち回り。俺だってあのロケね、打ったら終わるんですよね僕。いやでも打たなきゃ終わる。もうでも攻めなきゃ自利品になるだけなんで。いやえスネーリングも許してくれるわ。エリアドやばいっす、やばい。あの耐えるっすよねまだ。いやマジでやばい、これ終わったかな俺。いいや回転、いやここ耐えたのでかっ。さあロキが回ったので、あれガッタ臭いぞこれは。これユニットでも守れましたね。オッケー、粘ってしまえばこっちのもんよと。粘れなさそうでしたけどね。あこれクロスとかの本当にただの盾役のマイティは HP5% お得してんな。たまたま得するっすよね。だって間違いなく足遅くするだけでよかったじゃないですか調整。優しいですからね結構。その調整いるっていうのがやっぱ定期的に来る。おとなしくね弱体化だけで済ましてくれっていう。おおエレジー来たね。さあエレジーはね、まあ、マイティこれめっちゃめっちゃ腐るんですけど、意外とねあのジリジリジリってねなんか削ってんすよマジで気づかない程度に。なのでまあまあまあこれはフィックス爆破あるし、さてお、まあ、なんでかぶんない撃っちゃう。いやマジでこれドヤンってやつやばいな。お、マジ絶対やばい。エレジェ来ないよな。来たら本当に笑えないっす。あ、やべ。やっちもうたー。あれは。これやばいね。まあ待てよ、自分でやったちょっとミスなのでケツ行かなきゃな。ここは自分でちょっと甘えてエリジャイとか出してくんねえかな。
さあちょっとマイティぶっ刺しむずくなりましたけども、ワンチャンチャンス狙ってね、狙ってここから勝てるのがねクララオモレンズから、マジで。おボンボンやめよう。いやーあるよ、しかも回転早いんで、ここでマイティまで行っちゃうんですね。足遅いけど、耐えてはいるんだけど削れるかな。いや頑張れ、マジでワンチャンなさそうか。やりました、はい、完全にあのロケットです。あー、俺のフリーノートに FKI カミネル RW カミネル、こいつはしばきます。メモ完了。マジでシャシャった、ロケットシャシャっちゃってよ。さあ、あのロケなければまあなんかちまちまになるんですけど、もしかしてまた小屋だけやるか。なんか負け作家なんかやってる時もね、小屋に負けたんですよ。小屋なんかたまに来る小屋えぐ強くないですか。エレジアやないか。さあまあ適当に、さあゴルナイは別で対応してあげての、まあ、このマイティはめっちゃ強いですよね。しかもカウンターになる、飛んでいこう。あ、まあ足遅いからね、こういうマイティは前の方が強かった。ここで走って結構削るみたいな、うん、そうですね。あんまり輝いてはなかった今は。五分五やか、五分の方が全然ね、マイティより難しいな。事故起こんないってなると安定はすんのかもしんないんですけど、控えめな安定感というか、もっとゴリゴリいってほしいっていう気持ちもある。さあダックプリが来る、ハイスピードダメージ出てゴルナイ、ダックプリゴルナイ、これはもう全部マイティのエッサー。うーん、なんかぶっ壊り要素が欲しいけど、これはもうダックプリもこの前何もいないんで結構飛ばしとく。さあドリルがぶっ刺さって、めっちゃ天才的ウッドしてる。さあここも余裕があるのでこの間に飛ばしてあげて、ロケットまでかます。いやマジでさっきこれで負けた。ちなみにさっきはこのロケットのせいで負けたけど、やばいです、絶対来ますですよね。さっきは負けたけど今回は勝ちます。まあそうっすね、エレシアはね、まあマイティそんな活躍しないけど、ドリルボーイもあるんで、あんなふざけたロケット打たなきゃ絶対勝てるんですよ。
絶対勝てるんですよね。そう、まあマイティーまあまあなんか普通になっちゃったっすね。うん、特別悪いわけではなく、特別何か大活躍してくれることもなく、やっぱたまに化ける瞬間があるカードはねやっぱ強いんですよ。そのなんだろうな、マジックアーチャーとかホバリングとかマズネクとかってたまにえげつないほどの大爆発として活躍するじゃないですか。あれが強いんですよね。まあ働かない時は働かないんですけど、働く時の働き加減が異常だから結構評価されるカードであって、なんか爆発、なんか別に腐ることはないんですけどね、腐ることはないんですけど、まあ、爆発することもないってなると本当にあなたに価値はあるのかっていうマイティーか、そういった疑問がねみんなあると思うんですよ。そう考えると今までのマイティーはね、おーなんかマイティー刺さってる刺さってる刺さってる、大丈夫これみたいなことがありましたからね。まあ、ガゴムレにだけは強えなね、褒めてあげる。ゴレット。ガゴ。まあ、ステルスだね。なんかラバのすごい小物っすね。あ、これでも、来た時が。今しかない。どんぐらい削ってくれんだ。あーでも鬼削るな。そう、こういうのはねやっぱ今まで通り強い。まあでも僕らが思ってるほどの輝きはしなさそうな気がしてるっすね。ちょっさあ、ロケ強いね。マジ防衛対空なんでもあるっすね。さあ最後はここにスケルトン部隊がこんにちはのシクシクシク。まだ多い。うん、いいね、いいじゃんマイティ。ちょっとだけね。さあ、まあ間違いなくね防衛寄りのカードにはなったかなーって感じのさ、ボンバーまた入れちゃいかな。入れちゃい増えてんな。さあトルネガミスってちょっと前って行きたくなるけど、まあ足遅いんであんま行ってもメリットねえか。おさすがにこれはもう餌っすよね。槍までつけてちょっと早く溶かして前って延命するか。そう、あなたはこれを一体どう守る？ああ、大砲強えな。まあでも、ボンバーも使ってくれたんで、この次の、このドリルは、ちょっと刺さりやすそう。しかも、トリネを警戒しての位置で、近激動もしにくい。おお、同じっすね、マジ。このやり方流行ってんな。もう絶対ロケット撃ちません、次は。ロケット撃つと浮かれます。大砲かな。フライト撃ってくんねえかな。
うん、負け筋はマジでロケっすね。ロケロケさえ打たなければ無限に守れはすると思うんで。やばい、この位置キングキートされる。またゴルナイの全ブッパマン。いや、ロケは負け筋なんですけど、これはね、打った方がいいと思うんですよ。とか言ってると、負けるんですよね。打っていい時もあるんでね、マジで。いや、マイティでね、こうじりじり削ってんすね、頑張ってる。対エレジャイ、てかエレジャイはマイティに強かったんで流行ったんですけど、HP 増えたことによって頑張れるなら、ワンチャン。フェニックスめんどくさいっすよ。流れはめっちゃ来てます。このファイスティがね、飛んでほしいタワーに。うわ強っ。さあ、だから回します。ロケ撃たれるんで。ロケじゃねえ、それ俺。いやー強いよ。いっていい、ウッドまで、なんならファインスピまで。やりすぎか、これ。いや、でも、ロケ圏内になれば。お、マジやばいな、もう負けそうなんだ、すげえ。さっきも見たぞ、このパターン。さあ、でも、一生施設があります。結構右でも行けたっすね。さあ、守れそうなんで攻めちゃう。さあ、間受けがなくて。いや、めっちゃ防衛うまい。あっというねー。さあ、マイティはね、レジャー厳しいんですけども、まあ HP がちょっと増えたことによって今までよりは若干戦いやすくなりましたね。まあいい話。はい、というわけで、バランス調整後のね、マイティどうだったでしょうか。まあ、なんか、普通って感じでしたね。強く、特別強いかって言われると、まあまあだし、まあ弱いかって言われると別にそうではないよねっていう感じがしました。ちょっと皆さんの意見もね、ぜひ教えてください。まあ最近チャンピオンはね、文句以外どれも強いと思うので、まあゴルナイスケキンとかでもね、全然いいのかなと思いました。では、大塚ちゃんです。